今日は快晴っていう予報だったんだけど曇ってきちゃいましたね。しかも渋滞に思いっきり巻き込まれてるし、まあ渋滞になるだろうなという予感はしてたんだけど。はい、ようやくすんなり走れるようになりましたね。まあ大きい道出た方が楽かなと思ってね、まあ、ちょっとは渋滞するとしても、まあ楽かなと思って出てきたんですけど、結果大失敗でしたね。日頃大きいね幹線道路とか走らないので、この時間帯がどれぐらい渋滞するかとかね、そういうことを一切考えてなかったです。慣れない幹線道路を走ってどこに向かっているかというと、今日は森の牧場キャンプ場というところに向かっています。場所でいうとね、袖ヶ浦かな、まあ市原袖ヶ浦の間あたりだと思うんですけど、まあそこからちょっと山側に入ったところね。ポップスでキャンツーに行くのは今回で2回目なんですけど、前に行ったやつは、まあ、特に動画にもしてないんであれなんですけど、十分ね積載能力もあるので、まあキャンツーに耐えるっていうことではあるんだけど、ただ高速には乗れませんからね。だから下道でとことこ行ける範囲でっていうことで、まあうちから近い、まあ前はねあの夢牧場に行ったんですけど、うちから行ける範囲で、割と行きやすいところっていう感じで、で森の牧場キャンプ場にしました。どうして森の牧場キャンプ場にしたかというと、まあ一つには行きやすいからですね。行きやすいというのは距離的な話ではなくて、例えば今日天気いいから行こうかなっていう時に電話をしてね、空いてるかどうか確認して、あ空いてますと、じゃあ行こうかなっていうことが気楽にできるからですよね。ソロキャンプのいいところっていうのは、こうやって今日行こうかなっていう時にパッと行ける身軽さがあるわけですよね。で公共のキャンプ場っていうのは、例えば料金が安いとか施設がすごく整ってるとかっていうことがあっても、そういう気軽さがないんですよ。予約もね、下手すると1ヶ月以上前に予約しなければいけないとか、まあそういうハードルの高さがあって、そうすると例えばその日天気悪くても行かなきゃいけなくなるじゃないですか。まあキャンセルすればもちろんいいんですけどね。だからキャンプってそうやって天気でね結構左右されるので、その日の、まあ、もしくは前日前々日ぐらいに、まあ、天気が確定したなっていう時に予約できないと意味がないんですよね。あとは僕の場合はソロで行くことが多いので、ソロで行った時の料金設定、これがちゃんとねソロ向きになってるかっていうことです。ありがちなのが、まあだいたい家族で来るだろうみたいなね想定をしていて、で、まあ、区画サイト料がいくらで、それにプラス人数が増えるといくらみたいな設定になってると、まあ、もしくはもう区画サイト料でもういくらで、まあ、何人まではそれでワンパックだよみたいな感じで、そうすると1泊あたり 4,5,000円しちゃうんですよね。キャンプで1泊あたり 4,5,000円ってね、じゃあ旅館泊まるわって話になっちゃうのでやっぱりソロでキャンプに行く場合、その純然たる宿泊っていう部分に出す金額って、まあ出せてもね 3,000 円ぐらいだと思うんですよね。それ以上だとちょっと敷居が高いかなって話です。まあ、そういうことになると千葉県で割と、まあ僕が今いた理想に近いところはこの森の牧場キャンプ場か、まあ、もしくは成田夢牧場ということになりますね。ここは道の駅あずの里市原というところですね。とりあえずここで昼休憩を兼ねて一服することにしました。
途中スーパーによって肉とかね酒を買ってから行こうかなと思ったんですけど、ここでなかなかいい感じのブロックベーコンを売っていたので、これを買うことにしました。あとは缶チューハイを買ってきました。初めて入る道の駅ですけど、こんなとこに道の駅あったんですね。というか今回ね、いつも来てるルートとは違う方向から来てるので、ちょっと立ち寄るところ全部、あ、こんなとこあったんだっていうことの連続です。やっぱりね、ちょっと近場とはいえね、近場とはいえ旅気分というのを楽しみたいので、少しねあえて遠回りをして山の中をぐねぐねと走っております。こういういい感じのコーナーを攻め込むにはちょっとね役不足なバイクではありますけどまあでも楽しいよね、バイクであれば何でも楽しいでこの右側はねサーキットです。袖ヶ浦フォレストレースウェイって言って、まあ割と新しいですよね。でコースレイアウトがね、まあ、昔の往年の船橋サーキットに似たような、そういうテクニカルなコースです。まあ、機会があったらね走ってみたいですけどねまあ一生走ることはないでしょうね。いつもは向こうから来るんですけど、あの看板を目印にこう入ってくる感じなんですよ。で今日は反対側から来たんですけど、そうすると目印がね直前までないんで分かりにくいかもしれないですね。ここが森の牧場キャンプ場の入り口です。これ道はあんまり良くないんですけど、これぐらいガタガタしてないと、状況によっては道が滑っちゃうと思うんですよね。だからこの道はこれでいいんだと思います。よいしょ、到着です。どんなもんでしょうね。まあ平日ですからね、そんなにテントはないと思うんだけど、なるべく他の人と場所が被らないところに行きたい。ああやって群れて張ってるところは多分グループできてる人でしょうね。ここは炊事場か。意外といるということに驚きでは。ああでもあっちならいないかな。